え、やはりですね、一つ大きな話題は松本一志さんをですね、えー、週刊文春がいろいろ暴露している件なんですけれども、ことの真意は別としてですね、えー、もう8年も前のですね、まあ刑事事件化も難しいようなですね、性加害誘惑みたいなものをですね、まああえて出してきてる部分というのもあってですね、逆にその、んなんて言えばいいのかな、刑事事件化するとですね、非常にあの、証拠構造をきっちりしないとですね、有罪判決出ませんので、 また民事裁判にしてもですね、これ実際にその提訴したとしてもですね、相当やはりですね、損害賠償を取るためにはですね、非常にハードルが高いということで、まああの、週刊文春がリンチの形でですね、社会的生命を奪ってしまうと。 そういうところにですね、週刊文春今言ってるような感じがします。かつてですね、ガーシーに代表されるですね、暴露系 YouTuber、そして迷惑系 YouTuber、そして詩人逮捕系 YouTuber、最近もですね、大川博さん、逮捕されてしまいましたが、迷惑系 YouTuber、詩人逮捕系 YouTuber、逮捕はされてるんですけれども、不起訴になってるケースが結構あります。ということで、ちょっと警察がここはですね、権力を乱用しすぎなのかなという件はですね、先日もお話し させていただきましたけれどもまあ、ガーシーからのですねこの流れまあ、一般人というかですねこういった週刊文書みたいな、えー、編集出版社ではなくてですね暴露する系は警察等によってですね、えー、かなりですね静粛されてしまった感がありますなので今後あまりそういった形の人たちは出てこないということでまあ、そうするとやはりそのまあ私も含めてですけれどもこう有名人だったり後人だったりする人たちっていうのは週刊文春対策というのが非常に大事に えー、なっていきます。逆に言うと、もう、週刊文春以外、ほとんど寝返しにされてしまったっていうところはあると思います。週刊朝日ですらですね、もう廃刊になってしまいました。えー、週刊文春もせいぜいですね、45万部売れてもですね、1億2億の話でございます。第2弾、第3弾に至っては20年も前の話だったりとかして、もうネタ尽きたんじゃねえかと、いうような状況になっておりまして、まあ、その刑事事件化もできないようなことをですね、記事にして、社会的生命を抹殺してしまうというような、こんな感じに対して、 対してですね松本ひとしさんは身が潔白なんであれば徹底的にやってもらいたいなと思うのと同時にですねこの週刊文春対策つまりですね雑誌はもう暴露 相当大きなネタを暴露しない限り、松本人志さんの件をですね、見ればですね、採算を取るのがなかなか難しい。まあ、オンラインでですね、動画を流したりとか、有料コンテンツを流したりとかしてますけれども、まあ、限界はあると思います。暴露し続けないと、ネタを提供し続けないとダメだっていうことで、週刊文春え皆さんご存知の通り、文芸春秋社という会社が運営しておりますえ。こちらはですね、珍しく、まあ、リクルートみたいに社員持ち株会がですね、マジョリティを持っていて、 え、社員からですね、社長が選ばれるというようなシステムになっているようです。まあ、プライベートカンパニーなどで、財務状況とかはわかりませんけれども、そういった形になっていて、週刊文春が、じゃあ社内でどう評価されてるか。まあ、稼いではいるけど、すごい下品な雑誌だよね、と。他人の不幸はバック下品な雑誌だよね、って。元編集長はですね、まあ、これで自殺者が出てもしょうがねえ、えと。豪語している。それぐらいですね、我々は必要悪必要悪じゃないのかな。なんか、とにかく、社会を 正すすたために我々は生きてるんだみたいな気弁を浪しておりますが単純に人のスキャンダルでですね、金を稼いでる下水連中であるというのはですね、多くの多分文芸春秋社社員が思っていることだと思います。まあ会社でサラリーマンなどでですね、部署変更等で週刊文春に配属されることがあっても拒否がなかなか難しいというような形で、みんな行きたがらなければですね、週刊文春成立しませんので、彼らが嫌がるようなですね、動きが出てくればいいということなんですね。 なのでですね文春社員もですね不倫とかやってるんじゃないでしょうかわ、ね、かんないですけど不倫だったりとかですね癒着だったりとか不正だったりとか多分すげえありそうな気がするんですがどうなんでしょうかもしですねそういったことをですねこうまあ、週刊文春対策というか週刊文春の人たちのスキャンダルとかをこれ暴くというかまあ、彼らがやってるのと同じようにですねこの人は不倫してたとかですねこの人はなんか癒着してたとかですねそういったネタがあればですね そういうのを流すのが多分彼らは一番嫌だなと思うんじゃないでしょうか。まあ自分がされてること。これ自分がされてみないとですね、この辛さ。 とか、大変さって分かんないと思うんですけど、一旦一回自分も体験したら見たらどうかなんというふうに思います。もしですね、そういった形で、もちろん本当のことじゃないとダメだと思いますけれども、不倫をしてたとかですね、なんか不正をしてたとか、癒着をしてたとか、そういったネタがあったらですね、暴露されるとですね、彼らはすごく困るだろうなと。いやー、週刊文集行ったらですね、暗示週刊文集の人たちに暴露されんじゃねえかと。えー、いうふうになるとですね、誰も行かなくなって雑誌、もう暴露記事をやめてしまう。 この記事をやめてしまうとですね、週刊誌なんてものはもう風前の灯し火などでですね、え、なくなってしまう。下手するとですね、週刊文春、文芸春秋社週刊文春以外多分稼いでないと思うんで、はい、文芸誌とかですね、芥川賞、直木賞なんて多分ね、お金にならないと思いますが、権威はありますよね。なので、文春のスキャンダルで文春が潰れてしまうとですね、文芸春秋社のお金の飯の種がなくなってしまいますので、会社は必然的に、まあ潰れる。いや、でもわかんねえな。あの 会社めっちゃ土地とか不動産とかですね、なんか資産とか持ってそうですよね、歴史長い分。ああ、だからそんな簡単には潰れないのか分わかりません。ということでですね、週刊文集にムカついてる人たちはですね、まあ彼らのスキャンダルをもし持ってたんだったらですね、どんどん言ってあげればいいんじゃないかなと。本当因果応報と言いますかですね、そういったことになるんじゃないかなというふうに思ってしまいました。 本当ね、週刊文集はね、困った存在でございますよ、本当に。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい